いや、結構ボッコボコだったよ。いや、むずいな、これ。そう、細谷もっと降りた方がいいかもね。その、繋ぐんだったら、いや、でもちょっと、差があれだな。アジアと全然レベル違かったよ、フランス。やっぱ日本さ、アジア相手の時さ、もっと余裕で押し込めてたもん。そのセンターバックが1個運んだりとかしなくても、パスワークだけで侵入できてたけど、フランスぐらい能力差あると、きついね、やっぱり。もうレベチだったな。そうだね、チマもっとボール触りたいし、あと誰だ？まあ、水戸もいけたな。いや、水戸ほんとカンテみたいになってたよ。ボランチの位置でボール受けた時。アジリティも高いし、相手のプレスも感じられてるからさ、そのフランスのフィジカルモンスターに潰される前に、コース取れるもんね。アジリティで、細かくもう移動できるから。ぶつけられたらもちろん終わりなんだけど、ぶつけられる前の、いや、水戸ちょっと俺これ収穫だと思うよ。水戸の中盤。で、ライン間のターンも上手いし、水戸。で、ドリブルもできるしね。そう。平川、千葉、高井、水戸。マジです。ちょっと良かったわ。平川もすげえよ。高井もやっぱ相手のプレス待てるもんね。だ、千葉がワンアンカーで捕まり役で、なのがちょっともったいないかな、若干。いや、オリーセはちょっと、ダビドシルバ感あったけどね、今日。ダビドシルバよりも、もっと打開できるというかね。いやー、ちょっと別格すぎたな、オリーセは。あれ、相当すごいことになると思うな。まあ、もうすでにバイエルンだからね。いや、もうやっぱ点取った時も、シュート決めてそのままジョギングしてたもんね。余裕なんだだろうな。身体能力もあってテクニックもあるってすごいな。日本ってなんかイメージ的にはどっちかしか取れてないイメージあるもんな。足遅くて上手いか、速くて下手かみたいな、強くて下手かみたいな。後ろのやっぱ硬さちょっと残るもんね、日本。フランスのセンターバックあんだけ能力高いのにすっげーしなやかだったもんね。だからやっぱ冨安とかってすごいな、そう考えると。あ、冨安すごいよ。しなやかさもあって強さもあってスピードもあるしね。あとやっぱ3421の方が、ちょ、3421見たいね。今のオリンピック。森保さんさ、一時期なんか全部の世代の監督やってなかった。ちょっと逆に森保さん見たいけどね。最近の森保さんいい感じだからね。あの3421とか。あの中村敬斗と堂安のウィングバックとか、結構面白いなって思ったけどね。斬新で。あれすごい。まあ、相手が相手っていうのもあるけど、めっちゃ良かったけどね。やっぱあの、フォーバック、オプションちょっとないときついよね。いや、大畑の守備良かったね。やっぱあの、粘り強さとアジリティは武器だよね。早い、やっぱ。一回剥がされても、そのセカンド早いもんね。いや、でもこの後さ、フランス以外のチームと試合するのめっちゃ楽だと思うよ。いや、こんな能力高くて上手いチームないもん、多分。けどまあ、あれだな、フィジカル高くてガンガン蹴られて押し込まれるみたいなチームも、だからやっぱフィジカルレベルで差ついちゃうと日本結構苦しいかもね。やっぱ4バックでハマって、フィジカルで負けてると、なかなかきついよね。そう。で、ブライトンはさ、やっぱ、ファンヘッケとかダンクは、一個自分で剥がせるじゃん。だから、フランス感あったけどね、ちょっと。センターバックが一個自分で角度作れるってめっちゃ大事よね、やっぱり。やっぱ今日、日本とフランスのさ、俺そこ感じたな。センターバック、上手すぎるからね、フランス。まあ、上手すぎて自滅したんだけど、イスラエル強いんだ。能力高いのかな？なんか能力高そうだね、イスラエルとかね。能力もメンタルも強そうだもんな。荒木良太郎でどんだけライン間のクオリティ変わるかだな。やっぱ、荒木の引き出し方ってマジですごいからね。やっぱこのフィジカルで負けてる時にも、どんぐらい引き出せるのかちょっと楽しみだな。いや、荒木そんなコンディション悪いんだ。確かに。上手い選手ライン間に配置しとけば、奇跡起こる説あるからね。いや、でも間に合うとは言ってたってことは、まあ、本調子に持っていける保証はないからな、ちょっと。荒木の引き出し、見たかったな、フランス相手。手にやっぱ荒木引き出せるわっていう感覚もっときとかったな。あと佐藤龍之介さ、途中で入ってきたじゃん。うまかったけどね、なんか一瞬の感覚、タッチ感とかすげえ良かったけどね。あと松木玖生もね、やっぱ強度っていう意味では、今日みたいなさ、フランスにもうチンチンに押し込まれる展開だったら、松木の強度をちょっと見たかったね。松木やっぱ相手に持たれてもサッカーできるもんね。松木の強度はちょっと面白いよな、本当に。まあでもちょっと本番始まったら、いや俺なんだかんだ日本ね、いけちゃう可能性あるよ。やっぱブライアンの存在もでかいし。あとカウンターで今日もさ、ちゃんとチマ決め切ったりとかさ、やっぱ結局大事なのそこだからね。まあ内容悪くても勝てるようなチーム感あるからね、今の日本は。ブライアンの存在と決め切る選手だから、やっぱそこはね、楽しみたいよね。ブライアンで分ける可能性あるから。だからやっぱキーパーってマジ大事だよ、ほんとサッカーにおいて。いや、なんか日本って今のワンダー23特にそうだな。なんか勝っちゃう系のチームだよね。もうなんか勝ったぞみたいな。
なんか俺なんだかんだグループ抜けて、結局フランスとも今日1対1だからね。あんなにコテンパンなのにフランス叩かれるわけでしょ。大丈夫かみたいな。かわいそすぎるけどな。バカ強えぞあれ。今さん320円スパチャでます。もっとボコされると思いましたか。アンダーテクニックありますね。いやまあでもボコされてはいたな。スコアに差がついてないだけだね。ただやっぱその日本の局面局面でね、平川とかもすごかったしね。平川はすごいよ。やっぱ失点防げるね平川ね。いやフランスオリーセいるんだったら日本もちょっと久保建英欲しいけどな。でラカゼットいるんだったらオーバーエイジ大迫欲しいけどな。日本やってること大迫だもんねあれ。いやこれ大迫いるだけでめっちゃ強いけどな。まあフランスはその自国開催だからな。で大迫普通に A 代表欲しいからね。マジでいいからな大迫。いや大迫神よ本当に。だって俺インテルマイアミ対さヴィッセル神戸直で見に行ってさ、メッシ出てくるまで大迫が一番上手かったもん。もうインテルマイアミの選手含めて大迫が一番上手かった本当に。でメッシ出てきたらやっぱメッシが一番上手かった。大迫やっぱ低い位置での引き出しもマジ上手いからね。まあということでですね、面白かったっすね。でもフランスはちょオリエセが凄すぎた。ちょっともう簡単な感想で言うと。ただ日本なんだかんだなんかいけちゃう雰囲気はあるな。この内容で1対1で終わらせるあたりとかも日本ってちょっと持ってんのかもしれないな。今のアンダー世代アジアカップも優勝してるし、ちょっとやっぱオリンピック応援したいっすね。日本決勝トーナメントになったらもっと盛り上がるから絶対。ということでもうこっからまたサッカー盛り上がるからね。ジャパンツアーもあるし、オリンピック終わってもうプレミアリーグもすごいからね。鎌田とか来たし。ということで皆さんありがとうございました。お疲れ様です。いやもうこれ逆に楽しむしかない、ね、もう逆にね。いやもうこれ逆に楽しむしかない。もういやなんなら止めるべこれ。ブライアンなら、ブライアン止める可能性ない。みんなで祈ろう。いやブライアンなら、いやブライアンマジでワンチャン俺入る気しないんだけど。いや入んないでしょ。アイビジャーマンさん320円スポチャでます。ありがとうございます。久保より大きい国語いやそうよ。いやついここでここだよ。ここで出るよ。いや多分止めるよ俺。ブライアン俺絶対止めると思う。全然いける。点入るビジョン見えないもんね。いやこれ止めてもう勝ちでしょ。うん。いやおマジで入る気しないんだけど。いや全然マジでこれ止めたらもう大久保になる。なるよね。よーしやっぱりほら言ったやん。やっぱブライアンすげえわ。大久保だもう。大久保いやマジでブライアン入る気しないもん。いや素晴らしいわ。いやすごい。いややっぱブライアンだ。いやブライアンすごすぎ。いや俺ブライアンマジで入る気しない、ね、あおえーかっけー。いやでも爆中していいよ。いやもう普通に膝すらかましていいよ。いやブライアン膝すらでいいよ。いやえぐしかも角角。いやキッカー悪くないもん。ペペブライアンだもんこれ。大久保ペペブライアン。大久保ペペブライアンローションでこれもう本当にいやいやつやつやだ。えぐい。耐えろ。よしよしよし。いやいやいや。ブライアンはもう A 代表だね。いや A です。やばこれブラシン出るよあのブライアン新規新規来るよ。うんうえーよ。入んねえもん。入んないもん。マジで入んない。いやそのコーナーの対応も完璧。そうそうそう。ということで、はい、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。